疲れ様です。お疲れ様です。ブルーブルーの小峰青です。ブルーブルー注目商品いっぱいあるんですけど、個人的一押しはこちら、この野郎180。結構大きいんですね。大きいですね、うん、ここに書いてありますけど180ミリで上では68グラム。めちゃくちゃパワーあります。もう超強波動系なんで、はい、もうブリブリって泳ぐんですけど、はい、もうこの種のパターンでもドンピシャ、大きいベイドの時にもドンピシャですね、はい、でブリブリって使うのももちろん知れるんですけど、それ強波動、多分ね、ブラックバスやると分かるんですけど、強波動のものを、はい、優しく巻く、はい、ゆっくり強波動なんだけど優しくゆっくり巻くと、テロ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 ってね、ちょっと背中出しながら泳いできて、バゴッといかれちゃいます。バックスピードとかアクションの入れ方によって、うん、もうあなた好みに。そうですね。で、ここでウエイトチューンできる、カゴ下にウエイトチューンできる、はい、あるんで、はい、もうここにちょっと重り入れればそれでちょっと展示入れることもできるし、バスなんかでね、もうボトムこれ置いとくこともできるんで、僕はバスも釣ってるんですけど、もう釣りました。海だけじゃなくてもバスでも、バス大好きなんで、最近流行りのデッドウォーク、はい、ゆっくりの、はい、流行りの、はい、霞水系で流行ってる、はい、もうドンピシャでできますね、はい、これがこの野郎ですね。で、もう一つですね、ブルブルアイザー 125F、 これが多分大本命じゃないですか、はい、多分注目度一番高いと思います、はい、で、まあごめんなさい、僕はね、ぶっちゃけそんなにまだ使用品、僕はこのやつあんまり携わってないんですけど、もう125mm のフローティングミノ、キャローランナーですね、もう間違いないでしょっていう感じで、まあ、ワンオク河川なんかではドンピシャなサイズ感、形っていう、もう見るからにですよね、見るからにですね、ドンピシャ、もう、はい、いつでも、で、まあね、細身なんで、街なんかでも超かも、クローゼで上がってますね、はい、上がってるし、こんな感じです、これマグネット付きで、移動重心、ウエイトボーイ3つ、はい、発売は一応よ、まあ、予定なんですけど、ね、春発売、5月ぐらいなのかなみたいな、まあ、ちょっとなんとも言えないですけど、じゃあ缶バチ超えて公安バチが始まったぐらいで投げ出せて、本命は秋の大規模化というか、ね、秋やばい、秋に爆発しようねーって感じですね。楽しみな一品ですね。この野郎も、ね、この野郎はちょっとね、発売時期がちょっとこれ結構ね、報道が複雑で、はい、ちょっとね、発売日が申し訳ないんですけど、はい、ちょっと1回なんか未定になっちゃって、はい、ただ一応2023年発売を目標にやってます、はい、もう できてはいるんで、あとはちょっとその製造工程で次第って感じですね。ありがとうございます、はい、最後に SNS でよく見るキーワードいただきたいんですけどキーワード、いや2023年敗北を知りたいですね。ありがとうございます。敗北を知りたいステッカーありますね。僕にお会いすれば大体持ってるんで。あ、本当ですか。船でも配ってますんで、よければ声かけてみてください。ちゃんと在庫あればお出しします。まもなくですね、本日最後のトークショー、
高 TV です。ディーパーでこの城の群れが見つけられれば高確率で釣れるかもしれません。詳しくはウェブサイトをご覧ください。